小川後ろから、うん、加藤大輝ですが、これも抜いてからのシュート、鮮やか、今シーズン5ゴール目、横浜 FC 先制。この動画では横浜 FC に所属する小川浩輝選手をご紹介します。小川選手は1997年8月8日神奈川県横浜市都筑区出身。3つ上のお兄さんが地元のクラブチームでサッカーをしていたことがきっかけで、幼稚園の年中からサッカーを始めました。小学校4年生では横浜 FC のスクールに通いながら横浜港北 SC というクラブチームに所属。中学進学時に東急レースの入団試験をチーム6人で受けますが、一次試験で唯一小川選手だけ落選してしまいます。かなり落ち込んだようですが、両親の支えもあって豆戸 FC ジュニアユースでサッカーを続けると、高校進学時にはサッカー推薦で神奈川県の名門桐光学園に進学しました。1年生ながらレギュラーを獲得して2試合に出場しましたが無得点。2年生時に右足の半月板を痛めてしまい、復帰後にすぐ離脱するという悪循環を4回してしまうなど怪我に悩まされましたが、2年生の最後にU18日本代表に初招集。3年生になるとキャプテンに指名されますが、日の丸を背負ったことで自分のプレーが色気づいてしまったり、代表らしいプレーをしないといけないなど勘違いをしてしまい、チームの合宿中に監督に注意されたことに反抗してしまったそうです。試合後のミーティングで、お前やることやってないよと怒られ、気づいたら舌打ちをしていたことが原因で実家に強制的に帰らされてしまいました。監督には次の日に謝罪してチームに復帰すると、高校最後のインターハイで全国大会に出場しますが敗退。高校最後の選手権では得点王候補として注目の選手に挙げられ注目されましたが、3回戦の青森山田高校戦で2得点を挙げながら、 PK 戦で5人目のキッカーを務めた小川選手が外してしまい敗れてしまいます。選手権後は2016年シーズンよりジュビロ磐田に入団、トップチームとプロ契約を結びました。背番号は長年エースだった前田良一選手が背負っていた18を受け継ぎます。 J リーグスカパーニューイヤーカップの清水エスパルス戦で途中出場し決勝ゴール。 AFC アンダー19選手権2016の初戦のイエメン戦では1得点1アシストで3対0の勝利。準々決勝のタジキスタン戦では2得点を決めて FIFA アンダー20ワールドカップの出場権を獲得します。決勝を迎えたサウジアラビア戦では PK 戦でラストキッカーとして冷静に決めて日本の優勝に貢献しました。プロ2年目の2017年、ルヴァンカップ第1節の北海道コンサドーレ札幌戦ではプロ初スタメンで出場。ルヴァンカップ第3節の FC 東京戦では公式戦初得点を含むハットトリックの活躍をして、ナビスコカップを含めたルヴァンカップのハットトリック最年少記録を更新しました。各世代別代表にも選ばれ、順調なキャリアを積んでいくと思われていた矢先、アンダー20ワールドカップで左膝の前十字靭帯断裂及び半月板損傷、全治6ヶ月の大怪我を負ってしまいます。2018年のルヴァンカップ第3節のヴァンフォーレ甲府戦で先発して復帰を果たすと、リーグ戦では第31節のサンフレッチェ広島戦で途中出場。試合終盤には PK を決めて J リーグ初得点を挙げ、プレーオフ決定戦の東京ヴェルディ戦ではスタメンに抜擢。自身で得た PK を決めて決勝点、ジュビロ磐田の J1 残留に貢献します。2019年出場機会とともにさらなる成長を求めて水戸ホーリーホックへ育成型期限付き移籍を決断。第23節の FC 琉球戦で途中出場すると胸トラップでボールを収めて移籍後初ゴールを挙げます。加入後3試合連続でゴールするなど17試合に出場して7得点を挙げる活躍。トゥーロン国際大会に臨むアンダー22日本代表にも選出され、準決勝のメキシコ戦では終了間際の後半44分に同点ゴール。決勝のブラジル戦では
チームは優勝を逃しますが、この大会無失点だったブラジルから得点を記録します。そして E1 サッカー選手権2019で日本 A 代表に初選出されると、第2戦の香港戦で代表初出場、史上3人目となる A 代表デビュー戦でのハットトリックを達成するなど大活躍して大会得点王になりました。翌年にはジュビロ磐田に復帰、かつて中山雅史選手がつけていた背番号9を受け継ぎ、開幕戦のモンテディオ山形戦では2得点を挙げる活躍をしますが、新型コロナウイルスの PCR 検査で陽性判定を受け、クラブが定める規律違反による謹慎処分を受けます。復帰後は32試合9得点と結果を残しますが、2021年シーズンにはこの年の J2 得点王に輝いたルキアンからポジションを奪うことができず、地元である J2 リーグの横浜 FC に完全移籍が発表されます。早速第1節の大宮アルディージャ戦でスタメン出場を果たすと、後半すぐに移籍後初ゴール、チームのエースとしてスタメンを確保すると順調に得点を重ねていき、シーズン通算では2位に10点差をつけての26ゴールを記録、日本人選手の J2 得点王としては2018年の大前元気選手以来4年ぶりとなり、 J1 昇格に貢献してチームに欠かせない存在となりました。プロ7年目で初の2桁得点を記録した小川選手、 J1 でも得点を量産していけるのか、さらなる活躍が期待されています。